の質問がこちらです、はい、デビュー前に妄想してたサクセスストーリーは、まあ、あるだろう、やっぱね、うん、パラプロのオーディション受けました、でそこから君だよって言われて、はい、で、まあ、ソロになっちゃうのかなみたいな、うん、キッカパターンみたいなのがありつつ、はい、なんかね、ポシ違うか、やっぱりキュッとかベリーズかみたいな、小学校ぐらいから行きたいかなみたいなね、ありました。俺こんだけ話してるから、この間ナインのみんな人と外にいる追っかけのみんなから、そうです ね、触れてくれてありがとうございますよ、あげくの後にあいつらも、もともとハロプロハロータだったっていうから、俺たちハロータなんで、あれ嬉しかったっすみたいなって、すげえ心一つになったりして頑張れよみたいな、ね、なんですかそのなんか一体感、はい、その答えがこちらです。そもそも私はモーニング娘。に入るはずだった、千穂さん。本当に、まあまあ、あーそう、はい、もうそのベリーズさん、キュートさんではなく、私はモーニング娘。さんを目指して、あ、仙台から出陣してきたんですよ。出陣、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 本当に。あのさ、新幹線、本当にありったけ、はい、ありったけの歴史情報をさ、その出陣の通り、本当に、ね、本当なんですよ、お願いだから、はい、普通に行こうよ、はい、ね、ね、はい、東北新幹線でしょ、普通に、ね、はい、牛タン弁当とか持ってきてるんでしょ、はい、抜くと温まるよ、はい、あれでしょ、あれで来てるけど、必ずそれ羊って言うんでしょ、違うよ、ダメダメ、いやいやいや、はい、そういう馬に乗って来たんですよ、馬、東北新幹線という名の馬に乗って、はい、東京まで、はい、うわ、最速な、最速な馬ですよ、はい、江戸までやってきたんですよ、江戸、はい、あのさ、もうね、もうね、本当に戦国さんの、はい、戦国さんのね、はい、ストーリーで出てくる歴史ワードってほぼ歌舞伎ロックスもうね、トキオ、お江戸っていうのと変わらないですから、歌舞伎ロックス以来です、氏神一番以来です、戦国一番、戦国一番名前変えましょう、戦国一番です、やった、三保田村井から昇格しましたね、あ、名前は変わった、戦国一番、いやでも、はい、確かに引きで見るとよ、はい、ちょっと引きで2、30名で下がってみると、はいはいはい、高橋愛ちゃん、あ、似てます、似てます、ね、さ、つい先だってご結婚、みんな全然納得してないから、ね、その時みんなこういう話すると確かにとかなんだかと思ったら、はぁ、似てます佐藤さんに言ったらちょっと睨んでたのかな、あんてねんだ、昔の、昔撮った綺麗ですね、ギャルなめんなよ、ギャルなめんなよマルキューかいよ、てめえマルキューなんだ、マルキューだよサトシーすげえ、サトシーすげえ、マルキューなめんねえさあ、すげえ、すげえ、あ、そう、でもそれぐらい、はい、やっぱモーニングさんに入りたかったんだ、入りたかったです、あのオーディションでもつんくさんに、あの侍魂で頑張りますって言ってたんですよ、中学校1年生から言ってたんですよ、はい、そこがダメだったんじゃないですか、侍はちょっとやらなかった、そこがダメだったかもしれないね、本当ですか、うん、いやもう本当なので、モーニングさんだけを、モーニングさんっていう軍隊だけを目指して軍隊じゃない、あの何ですか、モーニング軍、モーニング軍軍隊じゃない、隊じゃない、軍です、軍軍隊もうさ、やめてよ、あのさ、形違うけどルー大島と一緒だよトギャザーしようぜと一緒だよ、本当に形違うだけでルー大島だよそれ、もう本当に本当に、いや、いいよ、いい、あ、そうだったんだ、はい。